日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも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 応援する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 ポッドキャスト。今日は日本語コンテペイ for beginners 300回について。はい、皆さんおはようございます。日本語コンテペイの時間ですね。イエーイ。今日はちょっとスペシャルな日本語コンテペイ for beginners ですね。なぜかというとね、その理由はなぜかというと300回ですね。今日で300回頑張りました。皆さん自分たちにおめでとうございます。僕はこの日本語コンテッペイ for beginners を300回続けました。でも皆さんはこの日本語コンテッペイ for beginners を300回聞きました。サバイバーですね。この Spotify のね、サーベイがあります。でそれで見ると最初のエピソードですね、最初のナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、この辺はすごくたくさんの人が聞いてますね。でも少しずつ少なくなって、200回以上は少ないですね。やっぱりそんなにたくさんの人が聞いてない。だから今このポッドキャスト、この300回目のこのエピソードを聞いている皆さんはサバイバーですよ。サバイバーね、おめでとうございます。皆さんには2つのルートがあります。この後日本語コンテッペインターメディエート、アバブね、ほとんどもうアドバンスレベルの日本語コンテッペがあります。もう一つ、そのチャンネルに行くか、それともこのビギナーポッドキャストに残って続けるか、もしくは3つ目がありますね。両方聞いてください。それも大丈夫ね。日本語コンテッペ for beginners と日本語コンテッペ for intermediate above、 両方この2つを聞き続ける、どっちでも大丈夫です。とにかく皆さん一緒に頑張っていきましょう。ここで最後にね、お願いです。日本語コンテッペは、皆さんのサポートによって続けられます。サポートの方法は2つあります。パトレオンというウェブサイトで、ドネーションプリーズよろしくお願いします。もう一つはコフィというウェブサイトでドネーションプリーズよろしくお願いします。本当に1ヶ月に5ドルとか10ドル、もし皆さんが僕をサポートしてくれれば、僕はこのポッドキャストをもっと続けます。もっともっともっと続けて皆さんを助けます。皆さんの手伝いをします。でも皆さんだけじゃない、それ以外のたくさんの人を助けることができます。だからよろしくお願いします。もし皆さんがこのポッドキャストが好きだったら、少しサポートをよろしくお願いします。そしたら僕もサポートします。もし皆さんがサポートを少しでもくれる、いやいやそんなことは、気持ちだけで大丈夫ですからね。いつものように鉄平先生頑張ってください。その気持ちだけでありがとうございます。皆さんこれからもよろしくお願いします。続けましょう。一緒に日本語の勉強を続けましょう。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、300回おめでとう。またね。